Y 染色体ハプログループの世界拡散を表す想定地図ミトコンドリア DNA のハプログループの分布から推定した人類伝播のルートと年代。ハプログループとは単一の一円基多形変異を持つ共通祖先を持つようなよく似たハプロタイプの集団のことで単倍群とも訳される。ある種の一部についてハプログループを調べることでその一部の由来を調べることができる。 通常は、ミトコンドリアや Y 染色体を用いる。ミトコンドリアのハプログループを調べる話は、ミトコンドリアイブという言葉と共に有名になった。この研究が発展して、人類がアフリカから各地へ移動していく経路も推定できるようになった。Y 染色体ハプログループを人類全体について調べることで、世界各地の民族の由来を調べることもできる。ワイセ体、 ハプログループおよびミトコンドリア、DNA ハプログループについては、アルファベットが振られている。正式表記としては、変異部分の一つ表記してそのグループを表す。例えば、ハプログループ EV13 などである。簡易表記では系統に従って、アルファベットと数字を交互に振っていく。E1E1RE1A1、E2E2 ビット E2 ビット1、e、e e e e、などとなる。 簡易表記は研究の進展とともに変更されるため注意を要する。またどのグループにも含まれないタイプをパラグループとしてで表す。例えば、ハプログループ D1 にも D2 にも含まれず、解の簡易表記を持たないが、ハプログループ D の小型であるものは D と表記される。あるグループから特定の系統のみを除く場合を表記する。例えば、D であれば、 D1 系統を除く D の個系統すべてを表す。すなわち、D の個系統で簡易表記を持つものが D、D1、D2 のみ、場合、D イコール D、D2 である。Y 染色対派プログループは、言語上の区分の分布パターンに近い。これは、濃厚牧畜など、文化的優越性を持つ移住者の男性が、在来集団の女性と子を設けるときに、その子は、 男性の言語を話す傾向があることと、支配的な男性が多くの子孫を独占的に残しやすい傾向があること関連にしている。一方、ミトコンドリア DNA 派プログループは、言語との関連は比較的弱いが、多様性が高い。ありがとうございます。